これはもう楽しみにしていてください。この角度が一番待って落ち着く。楽しみにしていてください。今日のサイレンなんかやめてください。なんかでもよく私がショールーム中に結構新幹線じゃないわ、その警察のサイレンがよく鳴るじゃないですか。しかも私のショールームを始めたぐらいで、朝配信もそうだし、なんか夕方配信とかも私が始めたらなんかあれ治安悪いの。いや悪くないですか。ちょうどなんか私が始めたタイミングで、タイミングが悪いです。息が合わないですね、あんまり。ちょっと警察の方と、なんか私の一口って結構多いんですけど、お水を飲んでいる時にこう角度で飲むんですよ。そしたら人の喉の動きってこんな感じなんだってマネージャーさんに言われました。いい経験だったな。自分の限界を知った日でした。水の CM に出れますか？嬉しい。そんな。もうちょっと楽しかったな。早くみんなにどんな仕事だったって言いたい。将来はビールの CM をやってほしい。もう喉越しみたいなことですよね。こんばんは。ショートカットの女の子がポニーテールできるぐらい髪が伸びた時ってちょっとときめきますか？ときめけときめけ。ないか。よし。ポニーテールするときが。初日完売おめでとう。ありがとう。先ヨーグルトを爆食いしました。美味しかった。それだけで良くなった気分。この鼻になりたいですよ。この
この大きさの。でも慣れない。こうやってこの、これが理想の鼻なんですよ。どうですか？なんじゃこりゃ。でも変化、小さい頃は鼻が小さくなるようにこうやって鼻をつまんでました。こうギュッて小さくなれみたいな感じだとか、背を待ってくださいね。今ね、胃が格闘してるからマジで面白かったけど、面白かったけど、面白かった。ちょっと待ってください。あの、面白かったですけど、胃がね、みんなに言いたいわ。何でそうなったみたいな気になりますよ。大丈芸能人かみたいな経験でした。間違った。コメントしますね。胃は大丈夫です。本日は少々ちょっとで終わりたいと思います。あの AKB さんが ABC マートのニューバランス靴のなんか、それでなんかあのCM が新しくしてて、それを見たんですけど、なんかなあちゃんが大人みたいな、大人じゃないけどかっこいい感じで、すごかった、かわいかった。みんな今日は瀬戸内さん、今日は瀬戸
とチャルじゃないかったんですよ。また撮影を、はい、でも早く言いたいな。もう絶対面白い。10月末ぐらいのあのあれになると思うんですけど、さ、今日の夜の瀬戸じゃない、あ、そうだそうだそうだ、夜の瀬戸じゃないですが、夜の瀬戸じゃないもね、実は巨人ファンです。カープが絶不調、瀬戸チャルで呉に行きました、私の地元に。すごい食べ物、すごい食べ物というか食べたんですけど、たこ焼きが、あ、これは言っちゃいけないですね。番組を見てからのお楽しみですね。すごいビジュアルの食べ物を食べたんですけど、地元の強みをどんなビジュアルや、ビジュアル系、いやもうビジュアル系って違う、ちょっと明日由美子は誕生日、来ました、ぜひ皆さんにも見てほしいし食べてほしい。誕生日ケーキって何ケーキがいいですか？あの、私モンブランが、でもモンブラン最近食べてないな。なんか私水切りヨーグルト、なんかヨーグルトケーキみたいな美味しくないか。水切りヨーグルトのとか作った時にそれがすごいチーズケーキの味に似てて、チーズケーキ食べたいって思いました、純粋に。モンブランにしましょう。秋はモンブランか、誕生日もうすぐ近いですか。ショートケーキのメロン、メロンブラン大好き、チーズケーキ好き、この前桃のチーズケーキ食べた。お、モンブラン食べたい。皆さんのやっぱりベストオブザケーキって何ですか？結局これだみたいな。栗ってなんであんなに美味しいんだろう。え、なんであんなに美味しいんかね。モンブラン、ショートケーキ、フルーツ、タルト、ガトーショコラ、チョコボール、よー、なんかショートケーキってなんでショートケーキで通じるんですかね。別になんかあの他のはなんかまあガトーショコラとか、ショートケーキってホールケーキでもショートケーキ、なんか生クリームとかいちごが乗ってるやつですよね、ショートケーキって。どっから来たんやろ、
生クリームケーキとかじゃないんかな、ショートケーキ、ココアってケーキにあんまり、あんまり、まずがハロウィンか、どっから来たんだろう、意外と ハーブスのスタバのなんか最近の食べ物とかケーキとかのお話は盛り上がりますね。楽しい。モンブランが好きです。嬉しい。食欲の秋だから。ハーブスのケーキは半端なく美味しい。&高い。高級ケーキ屋さんなんだ。でちょっと本日もちょっとで。あの配信が終わりたいと思うんですけど、癒したいと思います。この後お大事に、ありがとう。明日も明後日も頑張ろうな。絶対優勝しような。いつも15分です。そうかな。いつも15分なのかな。って言いながら今日ももう20分ぐらいになってるんだろうなって思うけど。ショールームではファンの皆さんとコメントで会話できる。いい一日の時間にないい時間になってます。ありがとう。今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日頑張りましょう。キングを読みます。ふう、13位高梨智之さん、12位ありくんさん、11位水鉄さん、10位トゲトゲこまめさん、9位ハイキューさん、8位こまめまきさん、7位タクトさん、6位癒し系さん、5位ナッシーさん、4位オールグーリンさん、3位ヘイさん、2位石くんさん、1位は団子部長さんです。ありがとうございます。
はい、皆さん体をお大事に、これからもよろしく。ではまたね、いつもありがとう。元気が一番ですからね。